じゃあまずラテックスチューブ。です。おはようございます。今日はですね、ラテックスチューブ、このチューブがですね、通常のこのチューブですね、チュールチューブっていうやつと比べて、どれだけ、性能がいいのかと、まあ、いうのを検証していきたいと思います。ラテックスチューブはですね、ここにも書いてあるんです。乗り心地が良くて、転がり抵抗が低くて、軽量で、耐パンク性が高い傾向にあると。ということで、メリットが多いと。一方、デメリットは、価格が高価で空気が早く抜けやすく抜けてしまうと、カーボンリムにの熱に弱いと、というようなことがあります。で、GCN ジャパンの土井ちゃんもですね、このラテックスチューブもう本当に乗り心地がいいし、血栓用で使うっていうことで絶賛してたんで、今日はこれをはめて、確かめたいと思います。はい、最後までご覧ください。はい、じゃあまずラテックスチューブ実測してみましょう。まあ、料理用のケージなんでね。ですけど、80g ですかね。対応側のインナーチューブですね。これは 90g ですかね。ということで、ラテックスチューブを履いてですね、初めて走ってきました。まあ、その乗り味についてはですね、やっぱり違うような、違わないようなっていう感じです。で、ラテックスチューブってピンクのやつなんで、ブヨブヨなんで、これ普通のチューブと全く違うんで、感触を覚えてるんで、まあ、そういう思いで、乗っていればそうかなと思うんですけど、ちょっとブラインドテストをやったらですね、まだちょっと自信がありません。はい。まあ、ただ、ちょっと違いはあるかなっていう感じはやっぱりします。Comes down to us.
全力出しました。最初もきつすぎでしょと、やめようかなと思ったんですけど、その直後に走り回り出したって。ちょっと驚きの結果でした。でデータ見るとですね、まあ、今回208ワットですね。それから20%ぐらい、まあ、1%ぐらいは使ったんですけども、まあ、タイムがですね、そういうことで14秒速くなったということで、手元の計測を持っている、まあ、速くなったということで、約ね、1.9×1.1 の 2% ぐらいの、まあ、効果があったんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、もちろんね、当日の方道と今日の方道と、前回の方道と今日の方道と、やったかもしれないんで、参考値としては嫌いにしてます。まあ、ただ明らかにこのラテックスチューブがね、効果が出たということは言えるんじゃないんでしょうか。転がり抵抗はまさにこう低いと、まあ、いう感じですね。チューブ交換して、検証してみてよかったと思います。はい。参考になれば幸いです。概要欄にね、一応この私の使ったあのラテックスチューブ、ビトリアの、ここからチェックしてみてください。はい。最後までご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。驚きでした。